デスリーガ・ボルシア・ドルトムーンと所属。ドイツ代表。ポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。エムレカンや、エムレちャンと表記されることもあるが、トルコ語では、エムレジャンの呼び方が近く、聖の、ジャンとはトルコ語で、生命の意である。6歳の時に、SV ブラウゲルブ・フランクフルトでサッカーを始めると、2006年に、アイントラハとフランクフルトのユースチームへ移籍し、 2009年に、バイエルン・ミュンヘンのユースチームに移籍した。2012年、バイエルンのトップチームに昇格したが、ティアゴ・アルカンタラやマリオツェの加入で、中盤の競争が激しくなり、出場機会を求めて、2013年8月2日、バイエルレバー空前に移籍決定。契約は4年間だが、バイエルンの買い戻しオプションがついた。 2014から15シーズン2014年6月5日、イングランドのリバープール FC への移籍が発表された。2014から15シーズンに向けて、バイエルンと同じレベルになれると意気込んでいたが、序盤戦は怪我などで、出場機会になかなか恵まれなかったが、年明けから、スリーバックの一角として、レギュラーに定着した。だがチームは、またしても、無冠でシーズンを終えた。 2015から16シーズン、シーズン開幕当初は、スタメンとベンチスタートを行き来するが、出場する際は、昨シーズンと同様に、スリーバックの一角としてのプレイが多かったが、第8節終了後に、ブレンダン・ロジャース監督が解任され、ユルゲン・クロップが新監督に就任すると状況が大きく変わる。緊急時や攻撃的に振る舞う。 サイのオプションで DF として出場することはあるが、ほぼ一貫して守備的 MF として起用されるようになった。2016から17シーズン4月のワトフォード FC 戦において同シーズンのプレミアリーグベストゴールかと評されるオーバーヘッドでのゴールを決め勝利に貢献した。チャンピオンズリーグへの出場権をかけたプレイオフ。 TSG1899 ホッフェンハイム等のセカンドレグでは2ゴールを決め本大会出場に貢献した。2018年2月24日のウアストハム戦では先制点を決め勝利に貢献した。2017から18シーズン怪我の影響で長く戦列を離れたが UEFA チャンピオンズリーグ決勝のレアルマドリード戦では ジェームズ・ミルナーの負傷により、後半途中から出場、リバプールでの最後の試合出場となり、2018年6月8日、リバプールは、ジャンとジョン・フラナガンの2017から18、シーズン限りでの対談を発表した。2018年6月21日、イタリアのユベントス FC へ、フリーで移籍。契約期間は2022年までの4年間。背番号は、 リバプール時代と同じ23番。2019から20シーズンに、サッリ監督が就任すると構想外となり、チャンピオンズリーグのメンバーリストからの外れ、途中交代などでわずかリーグ戦8試合のみに、出場した。2020年1月31日、ボルシアドルトムントへの2019の20、シーズン終了までの買い取り義務付きローン遺跡が、発表された。 遺跡後初出場となった2月8日レバーク前線で、先発しその試合でゴールを奪ったが、試合には敗れた。2020年2月17日、シーズン中ながら、ボルシアドルトムントは、完全遺跡に切り替わったことを発表した。遺跡金は2500万ユーロで2024年6月までの4年、契約。2020から21シーズンからトルガン・アザールが10番を、 着用するため、リバプールやユベントスで慣れ親したシン23番を背負う。U-17 ドイツ代表として2011年6月から7月にかけて、メキシコで開催された 2011FIFAU-17 ワールドカップに参加すると、7試合に出場し、準決勝の U-17 メキシコ代表戦では1得点を上げる活躍を見せ、 チームの3位入賞に貢献した。同年には、ユース年代の優秀選手に与えられる、フリッツバルターメダル U-17 部門の金賞を受賞した。U-19 ドイツ代表を経て、2013年に U-21 ドイツ代表に招集され UE、UEFAU-21 欧州選手権2013に参加すると、同年6月9日に行われた。 U-21 スペイン代表戦に出場。2015年6月にチェコで開催された UEFA U-21 欧州選手権2015に参加すると4試合に出場しグループリーグ初戦の U-21 セルビア代表戦では1得点を挙げる活躍を見せチームの1988年大会以来となるオリンピックの出場権獲得に貢献した 一方、準決勝の言うマイナス21ポルトガル。代表戦ではゼロの後と、ドイツサッカー史に残る大敗を喫したため、タイトル獲得を願ったが、自分のベストを示さなかった。それだけで恥ずかしいと心境を語った。2015年8月28日、ドイツ代表に初招集され、9月4日に行われた UEFA ユーロ2016予選のポーランド。 代表戦で代表デビューを果たした。2016年5月31日、フランスで開催された UEFA ユーロ2016の最終メンバーに選出されると、準決勝のフランス代表戦では、守備的 MF のポジションで先発出場した。2017年5月、ロシアで開催される FIFA コンフェデレーションズカップ2017の 代表メンバーに選出され優勝。2017年10月8日のワールドカップ予選アゼルバイジャン戦で代表初得点を挙げたが負傷で長らく戦列を離れていたため 2018FIFA フフワールドカップロシア大会のメンバーには選出されなかった。2021年5月 UEFA ユーロ2020に臨むメンバーに選出された。ありがとうございます。